今日はね、この悪い字と花ちゃんバギーっていうね、マリオカート界最強のね、組み合わせをね、使って、ドンカツでも打っていこうかなと思います。このキャラね、ガチで強いから、バカ強いから、本当に。もうドンカツ確定みたいな感じのクソ強いキャラだから、こいつ。俺はね、ついに妖怪メントスコラ男というならね、重りを外して、もうね、勝つことに決めました。もうあんなキャラ使ってられません。今の僕はね、就任試験で足の重りを外したロックリー状態。もう誰もね、俺に勝てないと思いたい。誰もどいて。で、これはい、ダブル取る。で、これちょっと来い、この3枚取れば、あーまあ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 。まあ、こっからね、ちょっとガチの、モサプレイしていくか。ついでに解説もしていくか。まあ、これは、まずね、これ端っこにあるコインを取りましょう。あと1枚取れば、俺のコインは10枚と。で、ここでアイテムは交換しますね。もうこのまま、この防御系アイテムを後ろにつけていく。で、ついでにもう一個いいですか。ゲップして。ふぅ。でね、もうこれ、もうどう見ても勝ったようなもんなんですよ。もう見て、わかるこの安定感。こいつカーブとかもう何もかもが強いんだよ。ほら、後ろともね、ほら結構差開いてるでしょ。え？もうめっちゃ差開いてね？やべえ！え、めっちゃ差開いてる。すげえ、このキャラ。ちょっとこれあれだ、ダブルのところにバナナ置くわ。で、これで、緑ゴーラ後ろにつけて、で、後続のアイテムは、まあ、コインと。まあ、いらねえ。まあ、いいや。これもう、どう見ても勝っただろう。ほら、わかるこの差。もう、これ勝っただろう。早送り。一ついいっすか。マリオカートね、もう、つまらなすぎ。もう、余裕なんだよ、1位取んのが。もう、こいつ強すぎて。もうね、面白くねえわ、このゲーム。もうね、余裕すぎ。簡単だ、もう、敵がね、幼稚園児並みに弱い。もうね、適当にナメプしても勝てるから、マジでこいつ使ってると。ドキドキ、お前、わって言うな。わって言うな。オッケーオッケーオッケー。これ投げろ。ドキ投げろ。オッケー。ナイス、死ね。まあ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 。ああ、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。で、俺今、防御系アイテム何もないと。ちょっとこれやばいな。ちょっとこれ早くアイテム取りで、そこのダブル取るか。これ、まあ、マジで何も打ってくんだよ。で、これはい、ここはしっかりね、ジャンプアクションして。で、これ何、まあ、コインとボム兵オッケー。これボム兵ちょっと投げてえな、後ろに。ちょっとどっかで。はっ、なんだあいつ。死ね死ね。いや、これ行くんじゃない。はい、残念。残念でした。いや、こいつ強えわ。やっぱこの悪い字強すぎ。で、俺今コイン8枚なのか。これあと2枚取りて。ちょっと待って、俺このゲストをやめて。俺マジ俺こいつ苦手なんだよ、ゲスト。こいつあるとちょっと走りにくくね。ただここだとあれだ、走りやすいわ。で、これちょっと待って。で、これちゃんとしっかりブレーキ入れて。はい、ちゃんとしっかり内側走行。で、これ後ろどうなってる？あ、いいね。一人来てんね。で、これ赤ゴーラー。まあ、これは食らってやるよ。で、これ食らって。で、これコインを維持していくと。で、ここでダブルあるから、ちゃんと交換します。まあまあ、これ一回食らってもいいわ。しゃあないしゃあないしゃあない。これ食らってもいいわ。仕返してるから。死ぬ。あ、わあ、これ実はね、今の被弾っていうのは僕狙っ。はぁ、お前ふざけんなよ。止まってんじゃねえよ、もう。ふざけんじゃねえよ。まあ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 、まあ、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。まあ、こっから逆転しますから、僕。で、つむつむくん、君ね、君の範囲を教えてあげようか。悪い字使ってないこと。この花ちゃんバギーとこの悪い字の最強カスタムの組み合わせ。これ俺が使ってる限りね、君はね、1取れないですよ。今は取ってるけど、後々後悔するから。で、ここで、お前マジでやめてね。うん、いいよ。で、これで、はい、赤ゴーラ。まあ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 、手が滑ってモブ編投げちゃうみたいなこともありますよね。僕もさっき投げちゃいましたから。まあ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 、そういう時もあるって。絶対許さねえ。ぶっ殺してやる。お前まずあれだ、後ろのやつか。あのね、この目の前にいるゴリラがね、めっちゃ強いんだよね。俺さっきちょっと無言で3試合ぐらいやったんだけどね、俺全部このゴリラに負けた3試合。こいつバカ強いんだけど、この天才ってやつ。名前の通りね、天才なのかもしれない。こいつガチで強いからもうね。あれだ、今日の目標を決めました。このゴリラに勝つこと。はい、残念、1位をいただきます。で、ここから俺は1位をね、キープしていきたいんですよ。で、コインもこれは即使う。そう、これコイン集めたいな。赤ゴーラやめて、やめて、やめて。うわー、まあ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 、いいでしょ、いいでしょ。で、ここでダブル取って、あ、これあれじゃん、今よくよく見たらさ、ハテナのところがミラーだったな。これミラー線か。オッケー。で、手、まあ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 、手が滑ってね、当たっちゃう時もありますよね。まあ、しゃあない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 。ちょっと俺はね、マジで、天才以外の奴ら眼中いないから。俺はもう天才抜かして勝ちて、このゲームマジで。勝ちてんだよ、俺、マジで。天才って初めてのライバルに俺出会えたんだって。どけよ、お前、邪魔だな。死ね。いや、当たんないか、今の。で、これ、テレサで、ね、ちょ、天才のアイテム盗んでこ、お前。天才の足引っ張れ。オッケー。記録か。まあいいでしょう、まあいいでしょう。これ、天才に追いつく。で、ここでちょっと目の前にいるトリプルゴーラーに当たりたくない。で、ここでアイテム1個取って、で、ちょっとマジで天才早いんだよな、あのゴリラ、マジで。おーい、ちょっとこれどうしようか。ちょ、待って、やばい。はい。待って、俺今見たらコイン全然ねえな。今5枚か。待って、ダブル取りたかったけど、まあ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 、しゃあない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 。まあ別に、ここから実力どうにでもなるから。で、ここはまだ、スター使わない。ここで使う！
で、ここでサンダーが来る。俺はそう思っている。サンダー来い、サンダー来い、お願いします。あ、ちょ、待って。で、待って、今、ショートカット狙おうか、普通に行こうか悩んだ結果落ちたんだけど。まあ、ふざけんなよ。もう、待って、俺10位、9位なんだけど。なんで、ちょっとしたミスじゃ、2位に上げてくれよ、ちょっとしたミスなんだから。ちょ、待って、俺も天才に追いつくかもしれん。俺、本当にあのライバルに勝ちてんだけど。俺、どうしよう、ダブル取ろうかな。いや、取れねえ。俺はもうこれ行くしかねえ。で、天才が、はいや、あいつマジで早いな。なんだ、いっ、なにマジで被弾率高いんだけど今日、おかしいだろ。あー、ダブル取りたかった。まあいいでしょう、まあいいでしょう、まあいいでしょう、まあいいでしょう。いや、キラさん、だろ、だろ、お願いします、お願いします、マジお願いします、マジお願いします、天才は、あいつ、うわ、もうあいつ勝ちやがった。おー、なんかキラーで2位まで上がっちゃった。ラッキー。おい、クソゴリラ、おい。次は負けねえからな、このクソゴリラマジで。俺絶対俺はもうこいつに勝って終わりて。まあ、アイテム取れなかった。まあいいでしょう。ここはね、1位取っていきたい。どけ、ゴリラ。で、ここはちょっとコインも回収してきてんよね。ここでコイン2枚取ります。ちょっと待って、あ、ミスった。ちょっとミスった。ちょっとミスった。ちょっと待って、これゴリラに追いつきて、これゴリラ、え、何してんのあのゴリラ。なんだあいつ。なんだあれ、ナメプしてんのもしかしてあのゴリラ。許さねえ。ナメプしやがって、これ待って、どうしよう。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、これ俺今3位なのか。ちょっとこれ落ち着いていくわ。ちょっとゴールド免許の運転していく。で、こっからどうしよっか。ゴリラに追いつきねえから赤コーラ投げてんだけど、とりあえず今3位でしょ。2位のやつ邪魔だし。で、このさ、この何、この爆音ミサイルみたいなやつも残しておきたいんだよね。これめっちゃ、誰今投げたやつ、お前村か、お前か、死ねえよお前、調子乗りやがって。で、こっからどうするんですか。ちょっと待って、ゴリラが相変わらず速いんだよな、あいつ。なんであいつあんな1位キープできんの？マリオカート力高すぎだろ。待って。うわ、待って、もう人の赤ゴーラちょっと吸い込みやがって。待って、俺今投げたかったのにあいつに。で、これは、ゴリラほんと早えな。ちょっと待って、これあれだ。ショートカット狙うか、クソこの。で、ここでキノコ使って、ちょっとこれ使うの早すぎた。で、こっからゴリラを芝く。絶対芝く。で、これでコイン今9枚。死ね。これ待って、あいつなんか持ってるから、防御系アイテム。持ってるな。いや、でもあれでしょ。今、防犯ブザーみたいなの使ったから。まあ、それはでかい。防犯ブザー。オッケー、ナイス、いっちょ。おぉ、なんだよ、さっきから。はい、残念。はい、残念。君の範囲は青ゴール。はい、残念。はい、残念賞。これ僕勝ちてまーす。で、これちょっとどうしよう。ちょ、これさ、キノコ維持していこうかな。ショートカット狙うか。あれ、あのゴリラどこ行った？あいつめっちゃ後ろ行ってんな。ザコザコ撃つ。ザコ撃つ。これいける、これいける、これいける。誰かが赤ゴーラ投げなければ、俺ショートカットできるから。で、裏がコインとか弱すぎ、マジ。ここでもうあれ、ショートカット狙う。ここでショートカット狙って、で、防御系アイテム出す。なんかいいの来い。なんかいいの来い。防犯ブザー来て、防犯ブザー。頼む、頼む、頼む。コイン、いらねえ。いらねえ、マジで。お前。あ、まあまあ、来るよね、来るよね、来るよね。オッケー、オッケー、オッケー。残念でした。計算通り。で、ここでコインを使うと。これ全部計算通り。すべて俺のシナリオ通り。で、ここでダブルアイテムを取ると。もうこれ完璧勝っただろ。こっから負け。なんで2個も来んの？頼む！誰だよお前マジで。やばい、これ天才勝つんじゃないの。待って、これ天才勝つだろ。いや、村バカ、お前天才に勝ってや。もう今日はね、これ走ったら終わっていきますわ。とりあえずね、俺の目の前にあの出てくる邪魔なゴリラだけはね、絶対にしばきたい。俺あいつに1位だけは譲りたくねえんだ。俺マジでこいつで1位取りて、マジで。あ、やばい、ミスった、ミスった。まあ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 、ゴリラが俺の前走ってないならいいでしょう。ていうか、あのゴリラどこ行ったの？え、待って、今マップ見たらあのゴリラ最下位にいるんだけど。うわ、これ絶対あいつ狙って最下位落ちたな。あいつアイテムゲーする気だ。絶対許さん。これ実力ゲーだっていうの俺が今から証明するわ。で、これはね、まず戦闘。まあ上げちゃっていいわ。ゴリラじゃなければ戦闘上げちゃっていいわ。もういいや。わかった。わかった。あれだ。もう1位取るじゃなくていい。もうゴリラ勝たせないでいいや。もうゴリラより前に出るでいいや。もうそれでいいや。もう今日の目標決めました。あの、ゴリラより前に出てゴリラに勝つ。もうそれだけでいい。もう1位なんて取らなくていい。で、ゴリラあいつずっと後ろいんな。何してんのあのゴリラマジで。いいや。俺1位取っちゃうわ。あの、ゴリラ以外はね、俺の眼中にねえし、こいつは敵じゃねえから、マジで。誰だよ、後ろに投げたやつ。前に投げろや、そのファイヤー。もう許さない、ほんとに。で、そういえば、ゴリラどこ行った？今、マップにゴリラ、いた。なんか変な女に隠れてるわ。で、ここどうしよう。ここでキノコ使うか。あ、やばい、ミスった。ちょっと地形ちゃんと把握してないの、今、バレた。やばい、6位、7位。どんどん落ちてく、どんどん落ちてく。まあまあいいでしょ、これ計算通り。これダブルで、ここでダブル。まあ取りません。あの、もう1個アイテム取れればそれで十分です。もう1個アイテム取るために今やってました。で、天才、天才、お前見っけ、死ね死ね、天才に当たってくれ、当たってくれ、よっしゃー、残念でした。で、こっから俺ダブル取りて、やばい、ミスったミスったミスった。で、ここでダブル取る、オッケー、これ完璧で、こっからの逆転。てか、ゴリラもこっからどうやって逆転するの、いけるかこれ。
まあいいよ、俺はせめてあいつより前に出れればそれでいいし。で、ここではい、キノコ使って、順位4位まで上げていく。で、これ待って。結構近くに1位いんのか。これ勝てんな。これワンチャンゴリラが1位取る説あんな。これやばいな、マジで。それだけ。なんだそのファイヤー、マジで。誰撃った人許さない。まあいいや、いいや、いいや、いいや。ここで、キノコとじゃないね。コイン取って。で、ちょっとなんか今、口の中にめっちゃ唾液溜まってきたんだけど、ちょっと一回飲み込みます。うん、まずい。で、これは今4位と。で、これダブル取りてえな、ダブル取りてえな。取れる、取れる、オッケー。で、ここでダブル取ります。で、とりあえずゴリラだけは絶対勝たせない。マジで。今日の目標、ゴリラ勝たせない。はい、はい、はい。で、これで、あ、待って、俺間違って今、キノコ使っちゃった。まあまあ、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。で、ここは一回これで、加速して、これ右側ダブル取れない。終わった終わった終わったダブル取れないの終わった。アイテム1個取れてねえ。終わった。で、こっから、まあ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 、今どうなってる状況、状況があんまり理解できない。で、このファイヤーは、やばい、ミスター、ミスター、やばい、ミスター、地形ミスター。はい、地形把握してない、バレた。で、終わった。で、これゴリラに勝ったな。これゴリラに勝っただろ。お前ゴリラどこ行った、そもそも。あれ、なんかゴリラ俺より前にいるくね。あれ、あ、ちょっと待って。あれ、あのゴリラなんか前にいるくね。はぁ、あいつ、いつの間に。もうね、これ勝ったら終わります。絶対に負けないよ。次こそは負けないからな、クソゴリラマジで。お前でもさっきあれだよな、1位取れなかったよな。ザバビル、お前は所詮だ。2位とどまりのクソカスだってのを教えてあげるわ。で、これ赤コーラ持ってる。ちょっとそれ投げないで、ね。ちょっと待って、ミスった。思いっきりミスった。まあまあいいでしょ。これね、狙い通りです。これ、後続でダブルアイテム取って、アイテムの力で逆転するっていう、そういう完璧なプランが俺にはもう見えてる。で、ここで、ここの右側で俺はちょっとショートカット使いたい。で、ここでキノコ使う。で、これでどんぐらい前に出れる？あ、これでも4位なのか。オッケー。で、これはちょっと、1個でいいや。1個でいいや。で、これ1個取って、ないでる。赤コーラか。まあ、オッケー。で、これゴリラ前走ってんな。いや、ゴリラ強えな、本当に。おい、ちょっと俺にもさ、勝ち方っての教えてくんね。ちょ、これどうしよう。この赤コーラも捨てよっかな。いいや、死ね。で、これ捨てて、なんかいいアイテム欲しいわ。じゃあ、スター欲しいな。だここら辺にアイテムあるよね。ダブル出るよね、オッケー。で、そこのダブル取れるから。いや、これは無理だ。諦めよう。じゃあ、これは1個でいい。1個でいい。謙虚に行こう、謙虚。で、これでキノコ、弱い。ちょっとスター欲しかった、マジで。握手タックルして。で、やばい、これもうあれなのか。これもうあれだよ。もう3レース目突入すればもうすぐ。で、これゴリラが相変わらず1位を取ってると。これは許しがたい。で、これは正面走る。ここ行けるよね、確か。行けない、行けない、行けない。おっそう、お前。で、こっからよ、マジで。で、ここで1個下のアイテム取りたかったけど、まあいい、まあいい、まあいいや。で、これ正面にゴリラいるから赤コーラ投げる。どこにいるゴリラ。あいつめっちゃ速くね？あいつめっちゃ速くね？俺、邪魔か、この木。認識できないんだけど、ゴリラを。で、これダブル取って、お前スター来んねん。やめろよ、マジで。振りじゃないからな。今、お前当たろうとしたよな、俺に。お前今見ちゃったぞ、お前。現行犯だな、これ。で、これはちょっと、これでゴリラに追いつけるかな。追いつけるかな、マジで。もう、何が何でも俺これやったら終わるからね。ちょっと、喉の調子悪くなってきた。で、ここでダブル取って、で、これまだいける、これまだいける、これまだいける。赤コーラやめろ、マジで。無駄な潰し合いやめろ、マジで。な、1位狙え、狙うなら、これ、青コーラ来た！やったー！青コーラ、後ろから来た！ザマミロクソゴリラ！勝利は俺に約束されたんだよ！これ、絶対勝っただろ。青コーラ。どこにいる？ゴリラ。あれ、ゴリラどこにいんの？あれ、ゴリラは？あれ？ゴリラどこにいんの？あ、もう終わってるわ、レース。あはー。